皆さん、こんにちは。レック専任講師の森剛義と申します。よろしくお願いいたします。今回は、2024年から始まる入門講座、こちらの説明をしていきたいと思います。で、まあ、あの、こういう形でレックではですね、 え、まあ、地方試験、宇宙試験に向けた入門講座というのを、えー、ご提供していて、まあ、ここに映っているのが先生方でいらっしゃるんですけども、こちらに映っているのが私になります。で、まあ、おのの先生方の入門講座っていうのがあるんですけども、まあ、今回はまあ、そもそもレックの入門講座がどういう内容、どういうカリクラムで進んでいくのか、そして、まあ、この先生方の中で、私の講座ではまあ、どういったコンセプトでやらせていただくのか、えー、っていうところをですね、お話しできればと思います。はい。で、まず私の自己紹介からさせていただきたいと思います。 え、まあ経歴をね、簡単にまとめたものをちょっと読み上げさせていただきます。 私はですね、早稲田大学法学部卒業で弁護士です。在学中ですね、私は2008年入学、2012年卒業になるんですけども、在学中特に法律家を目指してはいなかったんですが、大学自体は主席で卒業しておりますので、別に法律の勉強ができなかったとか、そういうことはありません。また在学中で独学で当育925点だったり、気象予報士の試験に合格したりと、いろいろね、在学中に大学の勉強以外の資格とかも取ったりして、でまあこういった 経験からですね、なんかその大学の試験でも、資格試験でもいろいろそうですが、なんか効率よく点数を取るための、まあ、メソッドみたいなのが、少しずつ自分の中でも、まあ、出来上がってくるわけですね。一つの試験に特化せず、いろんなものを受けたおかげで。 なので、まあ、あの、もともとね、あと人に教えることが好きっていうこともあったので、卒業後はですね、学習塾で勤務しておりました。で、まあ、そこではわかりやすく、まあ、引きのある授業が好評を博すという表現をちょっとさせていただいておりますけれども、でまあ、その後、えー、日本最難関クラスのやっぱ資格試験、まあ、学生時代に別に受け、興味がなかったんで受けたはいなかったんですが、まあ、やっぱりちょっと、一度受けてみたいなっていう思いも、芽生えて、で、予備試験、司法試験に、えー、受験して合格し,しました。 で、またね、その勉強の中で、まあ、徹底した過去問分析。まあ、あの自分がやっぱりその、今まで試験資格試験に合格してきたっていう中で体得した。 ものとかも含めて、やっぱ過去問分析大事だなと思ったので、この過去問分析をして、えー、まあ自分なりの効率的なね、えー、まあそれこそ予備試験、司法試験に特化した勉強法っていうのも自分の中では確立したつもりで、で、ただね、その時別にあの予備高校医師になりたいとは思ってはいなかったんですが、なので普通に弁護士として勤務し、まあ、弁護士としても実務で数百件といった、まあ、案件を経験はあるんですが、やっぱりやはり、 最初学習塾で勤務していたので、まあ、人に教えることはやっぱ好きだったっていうのもあって、あとはね、自分なりの勉強法っていうのが、やっぱりその、せっかくね、確立したので、まあ、それを皆さんにもっとお伝えしたいっていう思いから、今ね、こうしてレックで講師を務めるに至っております。はい。では、まあ、これは私の、まあ、大まかな、ああ、自己紹介ということになります。じゃ続いて、あの、どんなカリキュラムで、えー、まあ、この入門講座っていうのが構成されているのかの説明になりますが、 まあ、基本的に私が担当するのは、この2年合格コースというものになります。えー、2024年4月から始まりまして、まあえー、入門講座というものを中心に進んでいきます。で、これがお,およそ1年間、およそ1年間にわたって、まあえー、民法、民法、えー、商法、民事訴訟法、刑法、刑,法刑事訴訟法、えー、憲法、行政法といった、まあ、基本科目、この、これを中心にやっていくと。 はい。で、まあ、その、俺は大体1年間で、その基本的な講義をした後に、えー、その翌年の4月、2025年の4月からは、えー、さらに論文合格講座、えー、とかっていうね、まあ、より実践的な、えー、まあ、講座っていうのもスタートしていきます。まあ、この論文合格講座であったり、その担当合格講座、まあ、司法試験により試験には、まあ、論文式試験、担当式試験っていう2つの種類があるので、まあ、それぞれ。 に特化した講座っていうのを経て、そして、まあ、えー、この2026年の7月ですね。これは、まあ、この2024年のこの2年に合格コースに申し込んでいただいた方は、まあ、あの、基本的にここの、えー、行われる、まず予備試験ですね。えー、ここに標準を合わせているってことになります。えー、どういうことかと言いますとですね。まあ、予備試験っていうのは、こういうスケジュールで構成されているんですね。 まず7月に担当式試験というのがあり、9月に論文式試験というのがあり、まあ1月に口述試験というのがあると。で、これすべて合格された方は翌年の7月に司法試験を受けることができる。っていうまあ、えー、構成になっています。で、えー、まあ、この担当式の7月、ここにまあ,あの間に合うように、だから2024年4月に申し込んでいただいた方が、えー、2020、 えー、6年ですかね、えー。6年の7月のこの試験、えー、この担当論文の2回の試験に間に合うような、えー、スケジューリングで、えーまあ、合格に必要な知識っていうのを講義していくということを目標にしている講座になります。はいまあ、ちなみに、工術試験っていうのはあのかなり合格率が高いので、口、ま、実、あ、に特化した勉強法っていうの、勉強っていうのはあまり、まあ、必要 と、としては、あの、優先度としては高くないです。あの、まあ、担当と論文の勉強をしっかりしたら、まあ、それが終わった後にも、えー、取り組めは十分かなというところになるので、基本的にはこの二つの、こう、試験の合格に向けた講義を、まあ、あの、このスケジュールでやっていこうと。まあ、そういうことになっております。はい。まあ、もちろん、別にあの、 これ、この年から始めて、別に、この、ね、予備試験以外の目的で、別に受講していただいても全然問題はありませんが、まあ、基本的なカリキュラム構成としては、まあ、えー、これをまあ目標にした構成になっているということになります。はい。で、あと、まあ、以上がカリキュラムに関することですが、えー、っと、もう一つ特徴的な、まあ、これあの、基本的には、あの、来年の講座から、まあ、その、始まる。 新たな取り組みということになるんですが、この、基本的に入門講座なので、法律の知識ゼロの方っていうのを想定して、えー、講義をさせていただきます。はい。まあもちろん、中級者の方であっても、上級者の方でも、別に申し込んでいただいてもいいんですが、基本的にはゼロから説明していく。で、ここで、ただ、ゼロからただ、淡々と説明し続けるのではなく、この入門講座、コアノート、コアテストっていう、この、まあ、えー、図ですね。まあこれが結構今回の講座の特徴になっておりまして、 どういうことかというと、あの、まあ、今回講義で、まあ、あの、扱うのは、講講師各自の、まあ、オリジナルレジュメであったり、あとは、ま、共通する、各講師共通で、えー、まあ、使うであろう、セブンサミットっていう、あの、レックの独自のテキストがあるんですけども、そういったものとともに、えー、コアノートっていうものも用意して、用意しておりまして、でこれは、まあ、あの、重要な部分っていうのを、まあ、ある程度抽出してまとめたノートになっています。 で、これはまあ復習に使いやすいということで、まあ、復習用の、えー、講義で使う用のテキストと復習用のテキストっていうのがまあ別にあるイメージで。で、まぁ、あえー、また、ある程度のスパンで、このコアノートっていうのに準拠したコアテストっていうのを実施させていただくことになります。でこのコアテストっていうのは、まあ、基本的にコアノートをしっかり復習していれば解けるような問題で構成されているテストになります。で、まあ、これがなかなかあの、 画期的でまた効率的な取り組みかなと、個人的にも思っているんですけども、まあ、どういうことかっていうと、あの、まあ、これから司法試験勉強される方、もしくは全く、えー、まあ、もうすでにある程度勉強された方に、えー、共にですね、お伝えしたいこととしては、まあ、司法試験の勉強ってやっぱ大変ではあるんですよ。で、その大変っていう、た漠然と大変なだけじゃなくて、大変なのには、まあ、いくつか理由があって、なんで大変かっていうのを、あの、 分かっていただくっていうのも大事かなと思っております。で、なんで大変なのかというと、まず、えー、普通に、あの、テキストとかを、まあ、教科書とかっていうのを読み込んでも、なかなかそれだけで、あの、問題が解けるようにはなってい,いかないんですよね。 で特に大学とかで勉強されている方でも、その大学で扱っている教科書をいくら勉強しても、なかなか司法試験の問題解けないよと。まあ、担当は解けるんだけども、あの、答えを選ぶマークシート式の担当は解けるんだけども、論文って言って自分で答えを書く問題解けないよっていう方結構いらっしゃると思うんですけど、理由の一つとしては、あの、高校までの勉強と大学でやる勉強が全然違うっていうところにあって、あの、高校までの勉強っていうのは、あの、教科書を使いますよね、学校でも。 その学校で使う教科書って、まああの、基本的には大学受験の試験問題をなんか意識して作ってるんですよ。だから数学とかでも大学受験で役に立つ公式とかが載ってるし、英語の教科書だって大学受験で使う単語や文法が載ってるわけですよね。世界史なんかもそうですよ。大学受験で使うような用語が載ってるわけです。 これがそのまま大学で勉強する司法試験でも当てはまると思ったら結構痛い目を見るんですよね。別に司法試験で扱う教科書っていうのは、まあ学術書というか、うん、別に司法試験にフォーカスした本ではないんですよ。高校でやる教科書は、まああの、その名目は置いといて、基本的な大学受験にかなりフォーカスされているというふうに考えられるんですが、大学、あの、司法試験の、あの、 大学で勉強する法律の教科書はそうなっているとは限らない。まあそうなってないことの方が多いんじゃないかなと思うんですよね。だからそれだけやって大学受験みたいに、それだけ勉強すれば試験問題解けれっていうような、そもそも構造になってないので、えー、それだけ勉強して試験問題解けないのは当然なんです、うん。で、じゃあどうやったら試験問題解けるようになるのかっていうと、やっぱ試験独自の、あのー、覚えるべきポイント。私は出、あの採点基準という言葉をむちゃくちゃ講義中使うんですけど、 どういうことかっていうと、まあ、あの、採点基準って非公開ではあるんですが、まあ、非公開が故に難しいっていうのもあるんですが、これ、やっぱある程度予測しないといけないなと個人的には思っています。あの、採点基準っていうのを予測して、採点基準がこうなんだから、あ勉強するときはこういうところを中心に勉強するべきだっていう、まあ、逆算なんですよね。で、その採点基準から逆算すると、非常に勉強が楽になるんですよ。 ただ、闇雲に、どの情報が大事か分かんないけど、まあ、とりあえずいっぱい読むかみたいなんじゃなくて、パーって判例でも基本書でも何でも読んでいて、あ、最低基準が分かっていれば、どうせこの辺が、あの、特定に絡むから、ここを覚えときゃいいだろうみたいなのが、えー、見えてくると。まあ、この辺の詳しい話はむちゃくちゃ、あの、私の入門講座ではもう口酸っぱいほどね、あの、繰り返し言うので、まあ、えー、そういうふうに私意識して、あの、講義、自分が勉強するときもそうして勉強したし、講義もそういう形でやらせていただく。 なので、あの、その、ま、このコアノートコアテストでどういう位置づけなのかっていうと、やっぱそういう、あの、採点基準から分析した必要な部分っていうのを、やっぱ抽出して覚える。そしてそれをちゃんとこう細かくテストで勉強するっていうのもすごく大事。だからテストが間に挟まるっていうのは、すごく、あの、効率よく勉強する大きなポイントだと思います。で、もう一つ、あの、司法試験の勉強がすごく難しい理由としては、あの、 まあ、小中高と勉強していく中で、我々は本当に超簡単な問題から順番に難しくなっていくんです。もうホップ、ステップ、ジャンプみたいな感じで、それをもっと細かく刻んで勉強していくんですよ。だから、もう高校の3年生の時にはかなり難しい問題も時のようになっているんですね。まあ、あの、これ感覚的な人によるかもしれませんが、 その、絶対的な難しさだけで言うと、司法試験の問題と、大学受験の数学、どっち難しいかって言ったら、基本的に大学受験の数学の方が難しいと思うんですよ。で、なんでかっていうと、同じ、あの、僕、入門講座で後でもちょっと、ちらっと紹介してますが、入門講座で司法試験予備試験の過去問って実は紹介して、何問か紹介して、えー、自分でその解き方とか説明するんですけども、これ入門講座でこれができちゃうんですよね。あの、法律試験、司法試験予備試験は。 ある程度、要点を教えたら、えー、じゃあ実際のもう、最高レベルの予備試験、司法試験の問題、ちょっと解いてみようよ、つって。<laughs> ま、解けるんですよ。うん。あの、そのジャンルの話、1、2時間ぐらいしたら解けるような問題があったりするんですよ。実際の司法試験、予備試験でもね。全部じゃなくて抜粋ですけどね。で、大学受験で、小中高で、全然算数数学勉強してない人に、何でもいいですよ。あの、有名大学の難問を、1、2時間そのジャンル解説して、はい、解けるようになるかって言うと、絶対ならないですよ。 まあ問題によるかもしれませんが、まあ、基本的にはほぼほぼ無理です、ね。ただ、一般的には大学受験をじゃあクリアした人がなぜ司法試験でつまずくかっていうと、ホップステップジャンプの細かい、なんていうのそういうステップを踏まないからですよ。つまりま、いきなり、あの、ホップステップジャンプでいうところのステップジャンプレベルの問題を、こう、解くはめになって、 で、ホップを経てないから、なんかすげえ難しいなって感じで解き方全然わかんないなってなるんだけど、ここでやるコアテストはもうかなりホップです。<laughs> だからかなり、あの本当に小学校で最初足し算やって、区区やって、分数の計算やってって、その積み重ねで中学校でマイナスの概念勉強したとか、XY 勉強してとか、それでようやく高三ですっごい難しい、まあベクトルだ、微分積分だ、三角関数だができるようになるのと同じで、いきなり三角関数やりましょうってできるわけないので、 だから、普通に三角形の内角のあって180度だよね、みたいな、<laughs> ホップの問題を何十問もやるから、大学受験の問題が解けるようになるので、その、まあ、ここです。コアテスト何十問もやるわけじゃないですけど、まあ必要な、必要だと思われる量で、そのホップっていうのをご提供していると。これはね、あの、やっぱり、 お、勉強の負担が大きく減るんじゃないかなと。司法試験でやっぱ難しいのはこの、ホップ、ステップ、ジャンプっていうのを踏みづらい。いきなりステップ、ジャンプになっちゃうっていう難しさと、あとは覚えるべきポイントがよく個分からない。採点基準っていうのが分からないまま勉強しちゃうっていう、この2点がやっぱ司法試験の難しい、えー、くなってしまう大きな要因なので、まあその2つを打破したいなと。で、その2つを打破すれば簡単とは言いません。そう言ったら、この、なんか皆さん騙すことになっちゃうので、どういうことかっていうと、その2つをクリアしてもやっぱり覚えなきゃいけない量っていうのは多いです。 うん。ある程度は。少なくはないです。もちろん、絞ってご提供するんですよ。だコアって言って、コアテストとかコアノートっていう形で、その、覚えるようある程度絞り込みますが、それでもですね、あの、やっぱり、なんていうのかな、あの、他の資格試験に比べたら全然多いとは思います。はい。 えーなんだけども、それはもうどうしようもないので、その、覚える量を、まあ、あの、ある程度、あんまり減らしすぎると逆に合格率下がっちゃうので、覚える量はこんだけでいいよとかっていうと、それは合格率を下げる。そこは結構、あの、労率が難しいので、ま、だから、覚える量に関しては、ある程度ね、コアノートで覚えていただく量は、ま、これぐらい覚えてねとかっていうのは言いますけど、それはまあ、暗記は大変かもしれませんが、それはもうどうしようもないところなので、どうしようもあるところですよね。ホップステップジャンプの、うん、演習とか。 採点基準を意識した勉強とかっていうところでどうしようもある部分はレックの方で全力でサポートできればというふうに考えている。そういったカリキュラムと私のコンセプトになっております。はい。えー、あとご紹介したい内容としては、えー、そうですね。まあ私のクラスの特徴みたいなのをお話ししましょうか。はい。まあ私のクラスの、えー、特徴といたしましてはですね。 まあ、あの、2年間、えー、私の一貫指導です。まあ、2年私が、あの、全科目、あの、全科目っていうか、その、民法、えー、商法、えー、民訴法、えー、それから、<laughs> 刑法、刑訴法、えー、憲法、行政法、この7科目に関しては、七科目に関しては、私が一貫指導を行います。あの、この入門講座と、あの、論文、えの合格講座、担当の合格講座に関しましては、 はい。でまた、あの、講師と受講生の距離が、まあ、近い。まあ、私も近くしたいなと思ってる。近いってどういうことかっていうと、あの、生徒側から私にね、質問しやすいように、いつ質問来てくれてもいいように、えー、というふうな私は常に意識していますので、あの、どんどん分からないところを質問していただく機会っていうのがたくさんあるかと思います。あの、私中、私が講義中に皆さんになんかいきなり当てたらしないの。これ絶対しないので。したことないのよ。今まで私講義してて、それは。うん。 あの、それはね、別に、あの、そういう意味の近さではなく、皆さんの方から私に質問するのがすごく気楽にできるようにしたいと思っておりますので、はい。え、まあ、そういったところ。まあ、質問ができるっていうのはすごく大事なところですね。うん。やっぱこれ、いくらやっぱ質問僕が分かりやすくと、分かりやすくしようしようと思って質問しても、やっぱ、こう、それぞれ人によって疑問に思うポイントが絶対違うので、で、まあ、その人によって違う疑問を個別に聞いてくれて、個別に解決できれば、本当にそれで、ね、 えー、そこ効率よく勉強を進めていくことができると思うので、まあこの質問っていうのはね、どんどん、えー、利用してもらいたいなと思っています。はい。あとは、まあ2点目、えー、理屈具体例を用いた基礎からの、まあ徹底解説ということで、まああの、理由や具体例っていうのは私は割と豊富に、あの、この中、あの、講義の中ではやってる方かなと思います。結構まあ、あの、個人的にアニメなんかも好きなんで、アニメの例えとか、まあ、なるべくマニアックになりすぎないように、アニメも、あの、いろいろ、 選びながら、名のも選びながら、名の例えとかを使ったりして、あの、法律概念を分かりやすく説明できればと思っているところなんですけども。まあ、あのー、この、理屈具体例っていうのはやっぱりあ、結構法律ってすごく抽象的なんですよね。で、やっぱり、理屈も難しい。だから、あの、基本書とか読んでても、やっぱ、そもそも何言ってるか分かんないで挫折する人が多いので、やっぱそういうのはないようにしたいなと思ってはいますね。うん。で、まあ、まあ、 この辺は結構連動してるんですけど、まあ、法学部定期試験レベルから論文の書き方を伝授。つ、まあ、まり、まあ、ホップステップジャンプっていうのが自分はすごく大事だと思っているので、ステップジャンプではなくホップからっていう意味では、まあ、その、いわ定期試験レベル、もしくはそれよりもっと簡単なものとかも、まあ、さっきのコアテストもそうですが、私のカリキュラ私のカリキュラムというか、私の講義の中で、私自身のオリジナル問題っていうのも、えー、扱うこともあります。 私の方でも、えー、講義の中で大事だと思っている部分とかを題材にして、まあ、有名な判例とかを題材にすることもありますし、まあ、そういうのを題材にして、まあ、本当にもう、ホップの、それより、ホップ前後ですよね。ホップよりちょい簡単だったらホップよりちょいむずいとか、まあ、そういういろいろチューニングしながら、えー、どんどの問題を扱っていくと。で、皆さんにこれ、あの、 このコアテストはね、基本的に皆さんに解いてもらうものになりますが、私が講義の中であの解説するものは皆さんに解けという意味ではありません。もちろんね、あの、事前に解きたいという人は解いて講義で臨んでくれてもいいですけども、そういう予習を強いるものではなく、私の中でもう、あの、講義の流れでザーッと解説していくものになるので、まあ、えー、まあ、アウトプット用の問題を使ってインプットをするみたいなイメージになるんですが、だから別に予習の負担が、ね、他の 入門講座と比べて強いとかっていうことはないので、そこはご安心ください,、はい。なので、あとはもうね、あの、ここですね。まさに実践的な点数の取り方。やっぱここにもう入門講座の段階からむちゃくちゃフォーカスするっていうのが、私の講義の一番の特徴だと個人的には思っていて、あの、まあ、ここね、あの、ちょっと小さすぎて見えないと思うんですけど、これ、あの、 例えば、あの、これは民法の詐欺のね、えー、ところを扱っているレジュメの抜粋になる。私のオリジナルレジュメの抜粋になるんですが、まあ、民法の詐欺ってこういう概念だよっていうところがあって、やっぱ、こことかは覚えておくと点数取れるから、ここは覚えてねみたいなのっていうのを、やっぱ、えー、示すんですよ。講義の中で。ここは覚えてほしいよっていう。うん、で、まあ、それをまあ講義の中で示した上で、で、じゃ実際ここを覚えたら、 こういうふうに答案作れるんですよということで、これが私さっき言った私のオリジナル問題ですね。オリジナル問題を用意して、まあ、あの、ここが私のオリジナル問題で、ここが私のオリジナル回答になります。だからこれが問題と答えなんですけども、 こういうふうに、もう講師が、どういう意図でこの問題を作って、で、どういう意図でこういう回答に至るか、で、この部分書けばなんで点が来るのか、なんで私がこういう答案を作ったのか、これめちゃくちゃ細かく説明する。これ入門講座でやっぱりやりたいというのが僕の中ではあって。なぜなら、点の取り方を意識した方が、入門というインプットも楽になるからなんですよね。 これはもう本当にそうだという信念があるので、やっぱアウトプットを意識したインプットっていうのを取り組んでもらいたいという思いから、まあアウトプットとインプットをこう、うまく並行させてえやっていきたいというのが私の講義のえ大きなコンセプト。だからそういう形で、まあ私としては、あの、入門講座やらせていただいているという形になります。で、あと最後にご紹介したいのが、まあじゃあ実際に、あの、どういうふうなレジュメ、オリジナルレジュメを使っているか。まあこれは、あの、今年で、来年はまた、 えー、定裁とか変わるかどうか分かりませんけど、今年使わせてもらってる私の、えー、入門講座のレジュメで、でもこんな形でオリジナルレジュメ使わせてもらってて、で、これ刑法格論のものになるんですが、例えば、えっ、ー、と、これだったら、あの、入門講座の段階で、もう事例問題出て、ね、えー、令和4年の指示試験の、これ過去問、実際の過去問っていうのをもうドーンと紹介してで、これ私のオリジナルの回答をね、これ出題趣旨なんですけども、ここ、ここがオリジナルの回答とかをもう載っけた上で、実際指示試験はこんな風に解けるんだよって、 あとは、えー、これ司法試験の、これ抜粋なんですけど、これ司法試験、令和3年の司法試験の、説問1の、まあちょっと解題、まあ入門講座で解説しやすいように、ちょっとだけ、えー、解題したものを実際にやったりとかっていう形で、まあこれが、 入門講座の1年目で、やっぱこういきなりこういうのを、司法試験、予備試験っていう最高峰の問題が扱えるっていうのは、これは法律ならではなんですよね。さっき説明したように、数学全く勉強してない人が、数学1年目でいきなり、まあ難関大の過去問やろうって言っても、ちょっと倒れちゃうと思うんですけど、まあ、法律だったらそれができるっちゃできる。うん、絶対的な難易度は、あの別に大学受験の数学ほど難しくはないんですよ。 だからその相対的なあの構造上どうしても発生する <laughs> あの難易度っていうのがあるので、そこはまあ、講師の、えー、テクニックでどうにかね、解消して、まあ、じゃあ1年目でも司法試験、主試験の格問を理解できるようになろうっていうね、コンセプトでやらせてもらっています。でまあ、ほんのちょっとだけね、これあの、ほとんど司法試験、法律の勉強してない方もいられていると思うので、ほんのちょっとだけどんな問題なのかっていうのを解説してみると、 ま、問題文ね、丁寧に読みませんが、この令和入試券の刑法の問題だったら、あの、お、まあ、お母さんが、あの、これ娘、Y6 歳の娘に、あの、ぶどうをスーパーマーケットから万引きしてこいって言って、6歳の子供に、えー、お母さんが万引きをさせる。指示して万引きさせるみたいな題材が出て、これ、お母さんにどんな罪が成立するかみたいな問題なんですよね。で、この時に、まあ、お母さんに、まあ、 窃盗、これ実際、娘は、まあ、盗んでこなかったので、まあ、説刀未遂とか、まあ、そういったものを検討することになるんですが、で、まあ、普通にお母さんが自分で盗んだら窃盗になるの、万引きになるのは当たり前じゃないですか。だから、子供にやらせたという、人に、他の人にやらせるっていうところがすごくポイントになっていて、で、問案の作り方としては、こんな作り方になるんですね、刑法の答案って。まあ、こうっていうのがお母さんで、娘が死。 y なんですけど、こうが y に c 点の武道を万引きするよう指示した行為に、まあ、窃盗未遂罪が成立するか。この一文目の書き出しとか実はめちゃめちゃ大事で、一文目の書くの上手い下手っていうのもやっぱり大きく、まあ、答案全体の印象とか点数に影響する可能性もあるので、まあ、えー、こういうのになる。で、なんでこういうの一文目になるのかとかも、まあ、講義の中で解説していく形になります。まあ、万引きしたわけじゃないから、万引きするよう指示した行為。 で、指示するっていうことはどういうことかっていうと、他人を利用してるんですよね。自分でやらずに他人を利用しても犯罪になるんですかっていうところで、他人を利用しても、まあ、可能って、まあ、この辺はすごい難しいから、解説してもちょっと今は難しいんだけど、まあ、そう可能だとか、犯罪になりうるんだみたいなことを説明した上で、じゃあ、じゃあ、なりうるとしても、 必ずしも人を利用して犯罪になるとは限らないので、どういう条件が満たされればなるかってことで、その条件として、他人を道具として利用して、事故の犯罪を実現する意思があり、利用行為により、他人を一方的に支配利用し、構成要件的結果,発結果発生の現実的危険性を生じさせれば、実行行為性が認められるみたいな、これはすっごい難しいことを使ってますが、これを、まあ、入門講座の中で、なんでこういう表現が、あ すれば点数になるのかとか、なんでこういう表現が必要なのかとか、どういう意図でこういう表現を使っているのかとか、っていうのを、まあ、実際の講座の中では、えー、説明していくということになります。なのでまあ、えー、こんな形で、まあ、この2年合格コースですね。えー、まあ、2年間一貫で、池袋本校で、えー、基本的に、えー、まあ、生講義という形で、あの、 実際に、え、この教室で、え、講義させていただいて。で、もちろん、あの、教室に直接来れない方には、あの、配信とかっていうのもございますので、ご利用いただければと思います。はい。ということで、私からのね、あの、入門講座と私の講義の特徴については以上になります。え、またね、この、ま、入門講座に関してお問い合わせがあれば、え、レック・イケプロ本校までよろしくお願いいたします。では、ご清聴ありがとうございました。お疲れ様でした。